はい、こんにちは、キューさんです。いつもありがとうございます。滝行4日目終わりまして、今歩いて帰ってきているところです。いやー、気持ちがいいですね。滝で体が結構冷えちゃうんですけども、歩いて、そしてお日様でですね、今むしろ暑いぐらいでこの段をね脱ぎたい感じであるんですけれども、さっきね歩いてるとこんな声がね聞こえてきたんですよ。もうすぐコロナ終わるよねって、リバウンドが来るよって、ワクワクするよねってね。でちょっとツイッターでもつぶやいたんだけども、このリバウンドっていうのはもちろん悪い意味じゃなくって、まあ反動ですね。何に対する反動かというと、やっぱりね去年大変だったじゃないですか。で自粛させられて、学校にも行けず会社にも行けず、収入が減った人もいるし、いろんなイベント中止だったし、大変だったと思うんですよね。なんかすごくねフラストレーション溜まってると思います。で経済もですね停滞してしまって、失業者も増えた。でこの暗黒のトンネルがいつまで続くんだとね、結構心配な人も多いと思いますけれども、でもね、まあ、あらゆる疫病はだいたい2年3年ぐらいでね終わってしまうんですよ。100年前のねスペイン風邪でさえもだいたい2年ぐらいじゃないですか。まあもちろんね、あの時は多くの犠牲を払いましたし、まだ医療とか環境が良くない状況でしたので、まあ犠牲を余儀なくされたと思いますけどね、21世紀の今はですね、技術がすごく、医学も発達してるわけですよ。でまあワクチンでいうと、本来であれば2年3年かかるべきところが、なんと1年で完成してしまったわけでしょ。でそれをもって怪しいとか言う人も結構いると思います。危険だとね、ワクチンだけは絶対打ってはいけないっていうね言われる人いると思うんですけども、まあ心配ないですよね。で僕はあの人類の英知っていうのをすごく信頼していますんで、例えばね去年さ 5G 怪しいとか、 5G こそがコロナだっていうふうにしきりに言ってる人いたんですけども、実際 5G がまだ実験段階の域は出ないんですけれども、導入されて今言ってる人ほとんどいないでしょね。今何言ってんですかってね、だったら言われるわけですよ。つまりですね、新しいものがやってくると人間は反発するんです。好調性、ホメオスタシスって機能がありますんで、新しいものがあるとそれが良いものであれ悪いものであれですね、異物と捉えますんで、それを反発しまうんですね。つまり潜在意識が現状維持を求めたいという、ただその原理そのものなんですよ。ですんで新しいワクチンが来ると、しかもそれは DNA 型ということですね、聞いたことないワクチンですね。だから DNA 型ってですね、実は将来的にこういうのができるよねっていうことだけは囁かれたんですね。で今まであったのは、もう生ワクチンと、まあ、不活化ワクチンっていうのが、まあ、主なものだと思います。生ワクチンと、例えば今だったらですね、黄熱病のワクチンがそうですね、アフリカとか行くときに黄熱病のワクチン、つまりイエローカードを取るためにですね、取らなきゃいけないんですね。打たないといけないわけですよ。でないとあの入国できません。僕はまだちょっと打ってないんですけども、あれはですね、生のワクチンですんで、つまり、弱毒化して、ちっちゃくしてるんだけども、でも毒は毒なんですね。でそれを打ち込んでめちゃくちゃ強力なんだけども、免疫力をつけると。ただあの副反応というのは結構ありますし、その後ね直後もどうなるか分かんないんで、まあ、10日間ぐらいはいろいろ制限があった上で、打った直後も1時間ぐらい確か安静にさせられるっていうことですね、様子を見せられると。でもう一つはですね、不活化ワクチンといって、今度はその毒の成分をですね全部なくしてしまって、そのウイルスの性格だけを残したと思うんです。だからそれ自体飲んでも全然ね害にないんですよね。ただやっぱり何割かはとか何パーセントかはそういった副反応があるっていうのもあります。だからワクチンっていうのはね、結局やっぱ副反応があるわけですよ。だけどもワクチンによって救われる命の数ですね、ワクチンを打たないで失われる命の数と比較した場合、まあ、ワクチンの方がベネフィットあるよねっていう判断のもとでこれまでやってきたわけですね。ですのでそのわずかな副反応だけに集中して打ってはいけないっていうのは、これはその科学的なリテラシーに疎いのかなっていう気がするわけです。で新しい DNA 型のワクチンっていうのは概念というかですね、理論としてあったわけですよ。でもそれがですね、ブワーッと更新されたのが今年なわけなんですよね。だからそれってね、僕はすごいなと思ったわけですね。つまりこの今回のコロナって何かったらさ、人間の進化をですね著しく飛躍させるための突然変異なんですね。まあ、進化論というのがおそらくまあ本当にあるんだと思いますが、それはまあ適者生存と自然淘汰ということですね。この環境に順応したものだけが残るという言い方で、どんどんどん進化していくわけですね。ですので実際の話、この肉体一つをとってもですね、2000年前と今の人は全然違うわけですね。もし2000年前の人がタイムマシンに掘りきたらですね、まあ3日4日多分持たないんじゃないかなと思います。で実際の話、あのインディオとかですね、ネイティブアメリカンのところに欧米人がガーってきましたよね。あれは別にですね、銃で殺害したわけじゃなくって、ウイルスとか
最近なんですよね。つまりそのインディオの人たち、中南米の人たちとかですね、アメリカの人たちはその欧米が持ってるような免疫力なかったわけなんですよ。でそれと同じようにですね、2000年前の人がここに来たらですね、免疫力ないのですぐねコロコロって言ってしまうと思います。と同じようにですね、いろんなことで体制をつけながらどん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 進化していくわけですね。ということはこれから先も進化していくわけですね。もし僕が1000年後の未来にですねタイムマシンでいったら、同じように順応できなくってすぐ病気になってるんじゃないかなと思います。ですんでこの何かしら適した生存と自然淘汰によってじわ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 と進化していくんだけども、その中で遺伝子の突然変異っていうのがね急にあるわけですね。首がいきなりガーンって長くなったりですね、急にその人間だったりですね、寿命がいきなり伸びたりとか背が伸びたりとかですね、何かの機能が強くなったりですね、まあ、あるわけなんですよ。だから今回の2020年というのはまさにその突然変異だなと思います。でその突然変異に伴って新しい技術が理論化されたものが実際に完成するというふうになったわけですね。まあね、ワクチンの話をすると結構反発する人いますけどね、去年なんかはワクチンの中にマイクロチップが入ってるんだって言ってる人いましたかね。まあマイクロチップに関してはもう今更最近言ってる人はあんまりいないと思いますけども、もしそういうのがあったらさ、まず自分体の免疫機能でアレルギー反応を起こす人いっぱいいますし、もっと言うと打ってるお医者さんとか研究者がですね、なんか変なもの入ってるよね、これ何って多分見つけると思うんですよね。でもそういうのを専門家さえもですね、目をごまかせるようなマイクロチップがあったら、それはそれでもう世界を征服できるんじゃないかなというふうにね思うわけですよ。常識に考えたらね、そういうのはちょっと難しいと思うんですけども、ただですね、まあマイクロチップあるなしともかくとして、そのデメリットはなんか奴隷化されるとかですね、なんか我々は家畜のように飼いなされるみたいな、そういった SF 的なことを言う人結構いたんですけども、ただですね、もうご安心ください、いやご心配くださいって言ったらいいかな、もう我々はすでにですね奴隷化されてますから。でその最たるものはですね、スマホですよね。ただパスポートとですねマイナンバーというのも結構反発はあったと思います。だけどもう馴染んでるじゃないですか。でもその馴染んでるとかそういうことをですね、もうね感じさせないままにスマホがバンってきて、それでアップルとかですね、アマゾンとかネットフリックスとかですね、グーグルにアカウント預けちゃってるわけじゃないですか。でその都度その都度ですね、例えばアマゾンさんなんかはあなたにおすすめっていう形で商品のプレゼンが来るわけでしょ。あれなぜ来るかったら、自分たちが今まで買ったり見たりしたとこを全部解析してですね、でそのアルゴリズム化して、そっからこいつならこれ買いそうだなっていうものをレコメンドしてるわけですよ。例えば僕にですね、なんだろうね、バレリーナのセットとか多分リコメンドされないんですよね。でもスピリチュアルだったりですね、ジャズだったり音楽だったりですね、なんかそういうのはいっぱい来るわけですよ。だから自分の趣味とか、よし自分の情報にマッチしたものが来るっていうのは、まさに自然に受け取ってるかもしれませんが、恐ろしい話なんですよね。でそうやって自然に買わされてるわけじゃないですか。まさにこれを奴隷化と言わずして、なんて言うんでしょうか、その意識がないだけです。だけどね、仮にそれが奴隷という、まあ、言葉がねあんま良くないんですけども、何かしらの情報を全部牛耳られてしまってコントロールされたとしてもですね、まあ、よりよく生きるためにそれで良くないですかっていう思いもあるわけなんですね。じゃあもしそういうことさえも完全奴隷化から逃れたいんだっていうことであれば、もうスマホを手放したらいいんですよ。そしてもう山の中で生活すればいいんですね。一切そういったGAFAとかですね、企業に自分の情報を預けずにもう自由にやったらいいじゃないですか、自給自足で。でもそういう状況には現実的じゃないでしょ。まあ昔ね、20年前30年前ぐらいに携帯電話普及し始めた頃にですよ、俺は一生携帯は持たないんだって言ってるおじさん結構いたでしょ。じゃあその人たち今どうしてるんでしょうかね。きっと普通にスマホ買って、そしてアマゾンで買い物してるんじゃないかなと思います。ネットフレックスで映画を見てるんじゃないかなと思います。 Google でですね Gmail を使ってるんじゃないかなと思います。でそうやって自分は縛られたくないんだ、自由人なんだとかねですね言いながら、実はすごくね、本当にスマホを手放してしまったらそれこそ不自由じゃないですか。ですね、こういった何らかの、まあ、情報を預けるっていうのをどのように捉えるかだってですね、僕はそれはテクノロジーが用意した自由への道だというふうに思ってるわけです。だからまあね、気楽に考えて、まあ、もしですね、Google が世界を征服するって言って、なんかそういう風にするんだったら、もうそれはそれで仕方がないなと。でも少なくとも、まあ今楽しいし、スマホ使って、で、YouTube やってさ、みんなに声届けて、すごい楽しいから、良くないですかと思ってます。まあもう楽観的に考えたらですね、テクノロジーというのは人類を裏切らないんです。悪く考える人とかですね、陰謀論とか都市伝説的に考える人いると思いますけども、ならそれはそれでもう山の中暮らせばいいんじゃないですかっていう言い方できるし、それを言ったところでですね、
もうそこに抗うことはできないわけですよ、ね、5G の話も散々言ってる人いましたけども、じゃあ 5G 逃れる方法あるんですかって、もうないわけですよ。まだね、実用段階には必ずしも言ってないんだけども、まあ5年後ぐらいになってシャク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 ってね、すごく進むんじゃないかなと思います。その時にはもう信じられないっていうことがあるんじゃないですか、いろいろですね。例えば今から見たらですね、一つの画像を見るのにもうほんと一瞬じゃないですか。動画の前の画像ですよ。だけどパソコンがこのインターネットがですね普及し始めた Windows 98ぐらいの時に、1枚の画像をダウンロードするのにやっぱりね5分10分かかったわけですよ。まあちょっとエッチな画像をね見たいと思ってダウンロードするですか、すげえ時間かかったんですね。信じられないでしょ、うん、でもそれと同じような方は多分5年後10年後にはですね、この2021年のこの状況に対して信じられないというふうに思ってたんじゃないでしょうか。例えば秘近な話で言うと、僕はこの後 YouTube をですねアップロードするわけですよ。だいたいね10分20分喋ったらそれと同じぐらいの時間のアップロードかかっちゃうんですね。でも 5G だったらスッていくわけですよ。そんな感じでテクノロジーがどんどん進んでいって、我々の人生、我々の生活はどんどん良くなってるし、便利になって楽しくなっているわけですね。それに対してきちんとそれに順応して乗っかっていって人生を謳歌する方がいいんじゃないですかと思います。で今日ね、何が言いたいかというとですね、コロナの話なんだけども、コロナがですね元らしたものって結構あると思うんですが、僕は今すごく関心があるのはね、健康革命じゃないかなと思います。でコロナはですね若い人には超絶雑魚からなんてキャラなんですよ。なんであんなに差が上がるかって言ったらですね、高齢者とか基礎疾患のある人がバタバタなくなっていくわけですね。でそれは否定できないわけですよ。もちろんその人たちも守らないといけない、だからそうやって今頑張ってるんだっていう現実もあるわけですね。だけどですね、もしですよ、もしね若者だけに絞っていったら、もう完全にスルーされてたんじゃないかなと思います。じゃあなぜ若者があんまり効果がないかというか雑魚キャラになってるかといったらですね、要は免疫力というか健康だからなんですよ。でそれに対して、まあ、高齢者だったり基礎疾患のある方は相対的に健康度が低いわけでしょ。だからこれからですね健康な人だけが生き残るっていう時代になるんですよ。だからこれはある種の健康革命なんですね。でいつかですねその健康の評論家の人といろいろ話した時にこういうことがあったわけですね。いやあのね40代が限度だよって。何かというと40代の間に健康状態をキープしときましょうということなんです。つまり今著しく肥満であったり、著しく何かの数値が高かったり、著しく何か不健康な状況を持っていたらですね、50歳になったらパタパタパタと急に行っちゃうということですね。急に行くんですよ。まだ40代は持ちこたえることできるわけです、基礎体力で。でも50になるとですね、それがうわーって表面化して、まあ取り返しのつかないようなことになるということを言ってます。でもし今これを見ている40代以下の方は全然間に合いますね。じゃあ50代60代の方、あなたが健康であれば全然 OK です。でも、まあ、悲しいかな、50代60代で、非常に健康に問題を抱えている人は、まあ、頑張るしかないですね、どっちにしてもね。でもまあそうじゃない40代だったり30代ね、で50代でも健康な方はこの健康をキープして生きていきましょう。で僕自身もそうなんだけども、今すごいねスマートになりつつあるわけですよ。で数値もだいぶ改善されてるはずなんですね。でこれはね本当コロナのねある種おかげだなというふうに思ってるんですよ。もしこれがなかったら、まあ、いつものようになんかいろいろ暴飲暴食して、で成人病真っ只中っていうことでですね50代コロッとなってたかもしれませんけども、そうならないために僕の潜在意識、超意識がですねちゃんと守ってくれて、これから先も国際的に活躍し、そして自転車で日本全国世界をね飛び回るためにですね、僕の健康というのが守られるようにちゃんと、超意識がですねそうやって指令してくれたんだなと思います。でそのきっかけがまさに今年なんですよね。ですので2020年のCOVID-19 は何が行われているかというとですね、健康革命であって、そして各々個々人がですね健康に目覚める時なんですよ。だから僕は目覚めたんですよ、健康に。消食であれ、そして運動しろ、そしてサウナをしろとかですね、まあ、最近よく売れます、まあ、それ以外にちゃんと眠るとかですね、もう健康に対する、ね、意識ってのはすごくすごく高まってるわけですね。最近そのいわゆる意識高い系とかですね、インフルエンサーさんね、例えばホリエモンさんだったりとかですね、まあ、いろんな僕の知り合いにも昨日もちょっとクラブハウスでお話ししてたんですけども、やっぱり健康意識がですねめちゃくちゃ高まってますよね。でそれはやっぱり COVID-19 で
高齢者の方とかですね、基礎疾患のある方がバタバタと亡くなってるわけじゃないですか。だからそれは深刻な状況ではあるんですけども、でもそれを回避する方法があるんです。何かあったらそれは健康であるということなんです。健康であればいいんです、そしたら多少のウイルスや殺菌が入ってきたことでその免疫力で全部跳ね返すことができるわけですね。で延々と若々しく楽しくですね、健康に、エネルギッシュに生きていくことができるわけなんです。ですので、まあ今日の話をまとめますとですね、コロナの話はもう終わります。でリバウンドが来ます。今までの反動でですね、楽しいのがどんどん来ます。だから僕はもうこの3月4月ぐらいで暖かくなったら、しかも日本もワクチンがどんどん広がってきますね。それも心配ありません。テクノロジーは裏切りません。陰謀論なんかをね、企てる人はさ、まあ、それはそれでそっちの世界に生きていったらいいんじゃないですかと、そういった恐怖にですね、苛まれながら生きていくのは、それはそれで人生の選択ですけども、僕はそうじゃないんですと。僕はちゃんとこの社会とか宇宙とかですね、この人類を信頼して、そして愛しつつですね、乗り越えていきたいなというふうに思っているわけなんです。心配ありません。全く心配ない。そしてコロナが本格に終わった時には何が起こるかというと、爆上げですよ。文字通り爆上げです。もういろんな人がお店に出て、そして仕事を始め、新しいテクノロジーや新しいサービスが生まれ、それが活用されっていう時代がね、もう間もなく来てるんですよ。そういった意味では本当ワクワクするしかないです。僕が僕で多起業して健康状態を維持し、楽しく精神修行し、出したから3日なんですね、多起業も。今回7日間ですんで50キロ歩行をですねしたいと思います。それは前回の21日行とは違って、もう買っても分かってますし、道も分かってますんで、楽しみで仕方ないです。また自分自身がどのように変化していくのか、それが楽しみです。人間は何だか言って成長し、変化していく。そしてそれに環境がどんどんどん追いついたり、ね、それ取り残されたりありながら、順応して、そして人生はどんどん良くなるんだっていうことを確認して、楽しく生きていけるんだなと思います。もうワクワクしかないです。ヘラヘラ笑って生きていきましょう。ありがとうございました。